1957年、イギリス人のウォークレット兄弟は独自に設計したチューブラーフレームに英国フォード系のエンジンやトランスミッションを組み合わせ、完成車やキットフォームの形で売り出した。これがジネッタの始まりである。最初のモデルである G2 以来、ジネッタは少量生産のスポーツカーブランドとして熱狂的なファンを集めてきた。1961年に発表された G4 シリーズの構造はチューブラーフレームに FRP 製ボディを組み合わせた簡素なものだったが、スポーツカーの楽しさを味わうにはそれで十分だった。フロントミッドに搭載されたエンジンはフォード製の1リットル OHV が標準、オプションとして 1.3 リットルも用意された。足回りはフロントがダブルウィッシュボーン、リアはトレーリングアームと A アームを組み合わせたリジッドアクセルである。わずか400キロ余りという超軽量ボディだったため、非力なエンジンでも高いパフォーマンスを発揮した。 G4 はアマチュアレーサーから高い評価を集め大ヒット。その後改良が続けられ、当初丸パイプだったフレームは角型パイプとなり、エンジンバリエーションも広がった。足回りにはディスクブレーキも採用された。結局 G4 は少量生産のスポーツカーとしては異例の500台以上を1969年までに売り上げた。その後ジネッタ社自体はウォークレット兄弟の手を離れたが、1980年後半から新たな経営者の手で再生産が始まり、 G4 は再び日の目を見ることとなった。今でも原初的な車の喜びをアピールしてやまない貴重なライトウェイトスポーツである。Thank you.